グッバイエイプリルメジャーデビュー記念、対談企画、本日のゲストは龍松山から龍です。アラームそこで鳴る？タイミングが嫌よ。どないすんのよ。このまま行きますか。龍松山ボーカルペアの龍です。はい、ありがとうございます。今日はお越しいただきました。で、龍との、関係性であったりとか、はい、そういうところ話していけたらなっていうのはあるんですけれども。そもそも、僕が2011年の6月末に上京したんですね。でそもそも、まあ、僕ももちろん住むところがなかったんで、龍が住んでたゲストハウスに入れてもらって、うん、でそっからの付き合いなんで、もうほんまに言うてメンバーと同じぐらい、もう12年、丸々、関係性があって、そうだね、一緒に住んでるの結構長かったから、あ、そう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 、一番密かもしれない。そう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 。でまあ龍がおるところのゲストハウスに住むようになってっていうところから、でその後もね一緒の部屋に住んでたのよね。はい、だからすごいことで、そのゲストハウスに住んで一回出ていきました、高橋。で、そこの後にもう一個は違うゲストハウスに行くんですよね、僕。そう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 。はい、でまあまあそこはいろいろあって、じゃあ元僕が住んでたその日本に初めて来たところにもう一回住もうっつって、そこにあった部屋が 1K だったんですよ。そう、1K で、2人で。ね。何年住んだんやろな。2年ぐらい住んだんかな。いや、以上は住んでる。住んでるよね。そうそうそう。ほんまそういう感じやって。まあそれの中で言うと、あなたイタリア出身じゃないですか。あ、そうですね。龍の印象的なところで言うと、なんかイタリアのバンドが来日するから、なんかアテンドするみたいなやつがあったんよ。あったね。で、まあ、リビングももちろんまあまあ 1K やから一緒やから、で急に龍が電話取り出してずっとイタリア語喋ってこいつ何やねんって思いながらずっと盗撮してる動画はあるんですけど、あるある。 そういう思い出とか、まあ、外国人の友達が遊びに来て泊まったりとか、なんかいろいろそういう思い出は寝させてたよね。あの 1K にさ、俺のイタリア人の親友を2段ベッドっすよ、2段ベッドのこの床のところにドンバンって引いて寝させてたな。すごいねっていうのはありますね。あとあれなんですよ、僕的に思い出があるのは、ね、もちろんあ、場所を言うとここは学芸大学メープルハウスっていうライブハウスでちょっと撮らせてもらってるんですけど、で僕が上京して、もちろん働き先もないから吉田働きやってこの人が言ってくれて、そうだそう、メープルハウスでアルバイトさせてもらって、言ってしまえば龍もね、僕もバイト働いてたんですけれども、で、しかもグッバイエイプリで俺が加入して4人で初都内のライブが、そうなの、ここ。ああ、そうかそうか。でこっちは A ステージなんですけど、 B ステージの方で、2011年の7月23日それあなたも出てるんですよ。あ、そうだっけ、あ、おめでとうございます。おめでとうございますってないよね。よかったですね。そうです、出てるんですよ。まあ、それ言うとグレートハンティングナイトっていうね。あ、そうか、グレハンナイトでした、ちゃんと画像も残っておりました、そう。で、ここで今撮らせてもらってて、まあ、そういう思い出深いところで、まあ、今撮影してるんですけど、そうですよね。バイトしてたね。バイトしてました。僕らドリンクと受付やってました。やってました。しかも俺その時会社普通に行ってたから、そう、会社の後に店長から電話あって今日来れるみたいな感じで行きます。すごいよね、そう考えると。すごいわ。そういう思い出がありますね。あ、だから最初のライブもここなんだ。そう、あ、だからね、一つ言いたくて、これ高橋関係なくて申し訳ないんですけど、グッバイエイプルの結成1回目のライブを僕見てるんですよ。スペシャル、あ、ここもそうだけど、その前にテスト会みたいなのあってさ、ザ・ダイナー昔あったんですよ、渋谷に。そこで3人、それこそ角犬と縁本とラッシー3人でやったライブを俺見に行ってる。見に行ってるっていうか、もうほぼスタッフ。ほんま、あ、そうなんや。申し訳ないですけど、俺が一番歴ないですよ、グッバイ歴は。いや、これ、いや、本当に間違いじゃないかもしれない。グッバイ歴はね。マジで。そうかもしれない。で、しかも、それの後の夏に一緒に大阪行ってるんですよね。行ってるわ。そう。クラブマッシブ、そう、行きました。俺と仲間ね、ベース縁本が、まあ育ったというか、大阪の中本にあるクラブマッシブっていうライブハウスにも一緒に行ってるんだとかね、いろいろ思い出があるんですけれども。いや、でもそれがね、本当にメジャーデビューするっつって、高橋から電話ありましたよ。なんか
おめえ、俺らメジャーデビューすんなみたいな感じで来て、マジで悪いからな、もうこれ。いやでも本当にそんな感じなんだ。いや、そんなことないって。あのですね、なんで実は我々ですね、この4月にですね、もんなメジャーデビューしますわほんまにありがたいことですわみたいな感じ。これほんまに全部ちゃうからな、マジでマジでちゃうからな。まあ、おめでとうっつってちゃんと、ね、よかったね。ちゃんと言いましたよ。はい、あの龍には言わないとねということで、はい、でも来ましたし、その、うん、まあ連絡あってすごい嬉しかったし、うん、やっぱりほら12年ですか、うんうん、やってて、あのグレハンメンバー、その当時僕らグレートハンティングっていうのに所属してましたけど、ね、EMI の、まあ、育成のところがね、はい、言えば、まあ、すごい悪く言っちゃうと、うん、最後らへんのほらデビューしてなかった、メジャーデビューしてなかった最後のバンドなんです、うん、そうかもね。あ、そうやわ、多分ほら、うん、だってあのミセスとかも来ましたし、そうだね、ペギーズとかも来ましたし、我々のむしろ後輩がいっぱいボンボン行っちゃって、うんうんうん、そういう人たちが先に行かれた中でやっぱり続けていく僕らの精神も結構さ廃れてった時期があったじゃないですか。いろいろタイミングはあったけど、うん、うまくいかんところはいっぱいあったから、で僕もほら、うん、一応メジャーデビューしましたけど、うん、もうそのグッバイも続けてようやくって感じで来たから、うん、もうそりゃだってずっとついてきてくれてるお客さんも嬉しいでしょうし、そうなんですよね。ありがとうございます。ダメ人間ですけど、はいはい、はい、否定はしません。グッバイエイプリルの中で、うん、まあ、全部とは言わずとも、何かこう思い入れのある曲とか、なんか印象的っていうか思い出深いとか、なんかあります？だから俺はやっぱりその、うんうん、前半、うん、最初はやっぱりフォーロックに近いものやってた時、そうよね、うん、だそのフォーロックの時代の曲がすごい好きで、あ、ほんま、うん、だそのもちろん今の曲も好きだけれども、やっぱり最後、なんだろう、I'm for you とか、はい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 、はい、あのバラードだけれどもロックの、あのフォーロックの、はい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 、あるところとか、あとなんだろう、深海プラットフォーム、ほう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 、そういうやっぱり昔の曲が好きですね。うん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 、僕らのランドマークとか、うわ、それもラッシーの前のライブの、いいね、前のバンドのライトシップの曲、ね、ライトシップの曲をやったじゃないですか。やったことある、やったことある。レモンの花とか、はいはいはい、はい、だからやっぱり昔の曲は好きですね。ここでやっぱメイプルハウスでよくやったら、うん、のもあるし、なんかやっぱりあそこら辺のあのなんて言うんだろう、ちょっと今ニヤッとしたけど、何、なんかラッシーが頑張ってこうやってる時の時代のちょっとね、あの、うん、初期衝動的なところとかね、あったね、こう、まあ、若さゆえみたいなところも多分そう、多分なんかわかんないけどバンプすごい好きなのかさ、白 T みたいなちょっとペロンとしてる白 T の時代よくあったじゃん。あったよ。あの時のラッシーが本当に良かったし、うん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 、なんかあのコーラス、あの時、うん、あのほら縁もとコーラスするしないの時期で、俺がちょっとこうアドバイスもしてたとか、はいはいはい、やっぱりそれで縁もとが今あんなに綺麗に歌ってるのを見る聞くとやっぱりなんか、うん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 、あすごい頑張ってなっていうのもあるし、すごいいいあのコーラスワークになってきてるし、多分ラッシーがやりたいコーラスワークができてきてるんじゃないかなと思って、うん、そうね、ほら角犬なんてさ、うん、グッバイ入った時からもコーラスうまかったもともとね、うん、やってたから、あの人をオーディションの前に完璧に仕上げたのがあの人だけらしい。ああ、だからそういうことなんだよね。だから今の性格につながってるし、すごいいいバンドだなって。まあ今はね、たかしも今歌ってないからさ、歌ってるふりをしてるだけだから、ね。あの、あれ、動機ですか？やっとんぞやめとけ、あれ、たかしの声だけで。やっとんぞやっとんぞオーナー笑うな、オーナー笑ってるってことはみんな知ってるってことなんで。やっとんな、やっとやっとんな、ちゃんと。今度あの、口元ちゃんと見てください。ちょっとずれてるから。待って、アコースティックライブでもちゃんとやってますよ。いや、あれも同期です。同期ね。同期です。俺のせいでめんどくさい、ね。え、あともう一個、あれですよ。今思い出した。俺、龍のさ、シンキングベターさ。そう。ここでレックしてるんですよ。B ステージの方で、僕一応ギター弾いてるんですよね。弾いてます。でも本当にあれはすごい思い入れ深いアルバムだし、ここでメイプルで撮ったし、うん、ウェルカムバックホームなんて、まあ、さっき言ったメンバー。うん、ミセスとか、はい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 、全員コーラスでサンプルしてるし、そうアウトのところね、うん、で実はすごい人たちがすごい、ね、みんな頑張って入ってくれたから、ここメープルもそうだし、グッバイタカシもそうだね、だからまあそういうこともあったりして、すごいやっぱり
続けてきたこの曲たちをもう一回ね、うん、やってほしいんですよ、僕は。はい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 、はい、深海プラットフォームのね、あの、なんていうんだろう、始まり方とか、ふわって持っていき方とか、I'm for you とかね、すごいよかったよね、もう。そうよね。ぐすぐす泣いてる人しかいなかったからね、I'm for you やったね、タイリー。ありがたいことにね、そうありましたよ、ほんまにも。だからそういうところの曲が好きです。なるほど。いや、もういっぱい出てくるな。うんうん、最後にご報告になりましたが、はい、あのメジャーデビューの私たちグッバイエプリルメンバーに、うん、まあ、まあ、激励の言葉とか、うん、何かございましたらいただければなと。なんかね、偉そうなこと言えないですけれども、何も変わんないですよ、うん、うん、本当に、うんうん、12年やってきたからって何かここで変わるかっていうと、うん、変わらないし、支えてくれるスタッフの人たちがいっぱい増えるという責任感が増える、うんうんうん、なんかだから押しつぶされそうになると思うけど、はいはいはい、やっぱりそこら辺はグッバイってみんな天然だし、あの後先何も考えてない人の方が多いと思ってるので、なんとかやっていけるかなと思ってるので、そこは心配してない。なるほど、うん、あの特にあのボーカルの方、ボーカルの方と知らずよしな急にあの色サングラスをやり始めたボーカルの方、まあ、そうですね、外でもかけてるんで、そうね、すごいなと思って、夜もかけてたから、そうすごい。でも、もう何よりも楽しく今まで通りグッバイの音楽を届けていけば絶対みんなに届くと思いますので、はい、あのなんかね、泣くとかなくて申し訳ないです。いや、全然全然です、うん、入れてくる、ええって、そんな時間、あ、ちょっとカットして一回涙入れて、入れやんでええわいいよ、探さなくてまあでも、本当にいいバンドなので、あの今まで出てこなかったのが不思議っていうのが一言かな。 ありがとうございます、ね、なので、はい、今まで関わってきた人に感謝しつつ、うんうん、あのどんどん続けていただければ嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ、あの本日は龍松山から龍にお越しいただきありがとうございました。バイバーイいや、なんかね、溜まってた、真面目に話しすぎたから最後らへんなんかはっちゃけないと思って、うわーってなった。お疲れした。ありがとうございました。